所ご所リンゴ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はまたまた性別に関するお話を、あ、でも今年初めてなのかな、一本目になります。これから月3本ぐらい、まあ、週1ぐらいのペースで出していければなと思って、今撮っております。よろしくお願いします。今から話す内容は2017年12月1日、まあ、ちょうど1年ぐらい前の動画の、まあ、リメイク版になりますね。なんでかっていうと、その当時結構内容は、まあ、ちゃんと話してはいるんですけども、全くカットをしてなくて、基本ダラダラしたトークがずっと続いてて、 YouTube ってね、あの裏側のこういう統計データが見れるんですよ。ここまで再生されてる、もうこっから再生をストップされてるなっていうのがあのグラフでわかるの。ほとんどこれ再生されてないんですよ。だからか、あの一度話した内容なんだけども、視聴者さんから未だにこうやって、え、なんでカノンさんはこういう感じで性別を変わっていったのとか質問いただくんで、もう一回ね、改めて視聴者さん増えたことですし、リメイク版を出そうっていう感じで、今撮ってる次第でございます。聞いてね。ね、その元動画のタイトルが、手術で女性になり作った女性器でゴムを使わず夜の営みをした時の後処理の方法や妊娠について経験話をしますというね、めちゃめちゃ長いタイトルなんですけども、今からそれを少しプラスアルファを加えて話していきます。この当時にいただいたお便りを今から読んでいきます。はじめまして、普通の男子23歳の社会人です。早速質問しちゃうのですが、先日性転換手術が保険適用と聞いて、今まで違ったのか、うん、もううるさいと驚いているんですけど、僕が気になるのは、女の子になる手術したら妊娠などできますか、調べたらできないような記事を見たのですが、正しい情報がわからないので質問しました。質問採用されたら嬉しいなが1つ目です。で、2つ目、こんにちは、リズビアンの30歳です。カノンちゃんにハマって彼女とよく見てます。以前営みについての動画を見た時、ふむふむと自然に入りました。私には経験ない真面目な話、カノンちゃんが営みしたら、もしゴムなしで挿入した場合の後処理が気になるなと思い、質問文を投稿します。私の友達の友達に元男の子ちゃんがいるんですが、接点ないので大好きなカノンちゃんに聞きたいです。ごめんなさいね、2つ目にいただいた方、ちょっと早送りしちゃったのは、視聴者さんに退屈な時間を与えちゃうと再生ボタンをね、止められちゃうんですよ。それ止められるイコール私のね、これがね、下がるっていうことなんですよ。先日性転換手術保険適用ということで、まあ、去年の話なんですよね。すごいことじゃないですか。だってだいたい性転換するのに100万から200万の間ぐらいかかってたんで、それが保険適用となるとすごい楽になりますよね。手術に対するハードルが落ちるし、いいことじゃない。そして女の子になる手術したら妊娠などはできますかっていうことなんですけども、できないんですよ。なんでかっていうと、子宮がそもそもないからなんですね。結局は女性器を作ったとしても、あの見た目だけなんですよ。あの2パターンあって、もう一回ちょっと説明すると、一つ目が穴を作る手術、これをすることによって男性とまあ営みができるっていうことなんですよ。もう女性と変わらずにできるってこと。で、2パターン目が見た目だけを作る手術、なのでおちんちんをスパーンって切って、でそれで作るって。私は穴を作る手術をしたんですけども、まあそれもね、いろいろ大変なんですね。どっちの手術が大変かって聞かれたら、まあ穴を作る手術の方が大変ですね。要はピアスの穴と同じで、もともとない穴を作るわけですよ。だから傷口なんですよね。それが塞がらないように透明のピアスみたいな感じで股間にね、ズブズブやるの。死ぬ。本来の女性と違う点は、出産がないことと、あと生理がない、この2点とかですかね。そして2つ目、なんて書いてある、ゴムなしで挿入した場合の後処理が気になるっていうことなんですけども、それはね、大変ですよ、掃除が。子宮口がもともとないじゃないですか。結局穴を作ったところで行き止まりなんですよ。トイレットペーパーの筒があったとします。スポンってね、こっちが閉じてるわけですよ。もし例えばよ、あのおたまじゃくしが入ったとしたら、溜まっちゃうわけ。まあ、ちょっと聞かれといてね、あの答えられないのもやばいなと思うんですけども、私は本当の女性のね、あの股間事情わかんないわけですよ、まあ、こういう人間なんで。だから女性はどうなんですかね、掃除とかしてるんですか。まあするだろうな、ある程度こうシャワーでやったりとか。まあ、私みたいなこういう行き止まり民族は、専用のね、スポイトみたいので掃除したりとか、あともう一つ洗浄方法があるんですけども、私は基本的にこっちかな。あの家にこうやってシャワー浴びるやつあるじゃないですか。で、こうやってくるくる取ると、なんかホース状みたいになりません？で、それを私は、ってやって、これね、突っ込んでる状態で、キュッキュッキュッって蛇口をひねると。そうだ、謝った方がいいのかもしれない。もうさっき例え話に登場したこの、あれね。資生堂さんからいただいたもんなんですよ。ちょっと何やってんの？あんな例え話に、ね、いただき物使っちゃダメでしょ。これいいもんですからね。皆さんぜひ使ってください。
ちょっと話戻すんですけども、その最近こういう性別系の話をした後にコメント欄で、じゃあ言語をつけずにやって大丈夫なんだよねみたいないうコメントがちょこちょこいただくんですよ。でもそれはね、まあ衛生上良くないんじゃないかと思ってて、あとはまあ個人の問題ですけども、やっぱねつけてもらった方が大切にしてもらえてるっていう感じるじゃないですか。ちょっとここでおまけの話なんですけども、私はこう手術をして、まあ、数年が経ってるわけ で友達とねたまに銭湯とか行くんですよ。何カノンは手術してどうなったのみたいな、まあ本当にね心許せる仲だからそういう感じに、ね、話になるんです。お互いね見せ合いっ子みたいなしたことあるの。手術したら本当にカノン何うちらと同じようになるのみたいな、向こうも興味津々だから見せるわけですよ。したらね私の方がピッチピチでした。違うの、私はどっちがねあの綺麗とかそういう順位付けをしたいわけではなくて、女友達は私と同じ年齢であっても女歴が私より21年間ぐらいあるわけですよ。私はまあ4年だったから当時は。だからまあ、あこういう風になっていくんだなみたいな感じで勉強しました。ダメだな、これ敵を作るだけでしかないぞこの発言は。もうこれ以上やめよう。そう最近ね女性の視聴者さんのねこうあのユーザー割合がね増えてきたの。男性は 57%、 女性 43%。 いいんじゃない、もっと女性来てください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は画面の下にリンクありますので、ぜひ登録してください。メインチャンネルと違う系の動画を配信してるので、よかったら見てね。でね、高評価ボタンがなんで押してっていうかというと、それが多いと、広告収入とか全く関係ないけど、まあ、YouTube 側のなんか評価が良くなって、もっとね、いろんな人に届けてくれるみたいなんですよ。要は、この関連動画とかに表示されやすくなる。まあ、そういう感じでございます。よかったら応援の気持ちでグッドボタンお願いします。なので、前髪伸びてきて、ちょっとそろそろ切ろうかなと思ってるんで、この後切ってきます。また、次の動画で。お会いしましょう。ありがとうね、いつも。シリーズ化しているんですけども、私のこの体験談のもとにお話をする性別を女性に変える手術、そしてその手術で形成した女性器での夜の営み、それについてのまた質問が2通いただきましたので、一度に2つの文を読まさせていただきます。あ、世間にどんどんこういう認知というか理解が広まってきたなと思うとすごい嬉しいです。でこの手術をしたら妊娠できるかと言われるんですけども、できないの。もちろんできないです。それなぜかというと卵巣子宮もないので、ま、形状はもうねほぼ女性、ま、なかなか気づかれないんじゃないのかなって思うぐらいクオリティを上げてきてます、最近のお医者さんは。要はあの営みの時に手術で形成した女性器にゴムなしで、ま、挿入行為した時、ま、最後の後処理は、ま、もちろんその、ま、精液っていうのは残ってしまうんです。奥に壁があるの、行き止まり、行き止まりなんです。子宮口もないんで行き止まりだから、行為をした後はちゃんとシャワーのこうノズルを取って綺麗に水で洗い流したり、まあ、それ用のこうスポイトみたいので綺麗に掃除したり、まあ、いろいろですね。ということで大丈夫でしたか、私のこのアンサーがちゃんと皆さんの参考になっているか不安ですけども、あの聞いていただけて嬉しいです。このようなご要望は画面の下にある私の公式ホームページまでお願いします。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。